出演させていただきますミュージカル眠れる森のオーバードの稽古場に突撃しております。ハットカンパニー演出担当してます原田雄一です。よろしくお願いします。音楽のオレノラキです。よろしくお願いします。脚本の筒井康隆です。よろしくお願いします。小屋嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくやらせていただいております栗原浩介と申します。よろしくお願いします。ちなみに僕たちの遊びはどういうことですか。はいはい、いやもうだったよ。ちなみに冒頭にトリちゃんですとかニックネームやって僕たちの遊びはってやってるんですけど、あれね、もちろんニックネームはもう用意されてます。ニックネームね、あるみんなあるよね。じゃあ僕から行きましょう。トリちゃんです。トリちゃんです。キュウちゃんです。クジラちゃんです。つつい安高ちゃんです。僕たちの遊びはさっきのトリちゃんの中でもう一回押せる気がする。 2.5 次元あるあるっていうベースコーナーがあるんですよ。ちなみに皆さん 2.5 は両日なんです。そうですね、共演させてもらってますから、ね、チーズもそうですね。パパトンもいたので共演させていただきます。ここはネギモアドベンチャー、あ人間以外の役やります。2.5 っぽいことはしましたね。イルカの役やりました。あれイルカ、イルカ擬人化したイルカ、擬人化2.5 次元あるあるを、はい、よしいただきたい、うん、じゃあ髪とかジャンルぐらいからお願いします。黒色のマスクをしてたんです。これは本当にそう。普段歩いてる時とかさ、駅からこう、すれ違う時とかさ、あーだなって思う。なんかその黒色のマスクをして、だいたいこういう感じの髪型。だいたい見てて、ね、ほぼほぼ目が見えてない。もしくは帽子をつぶっ。ああ、すごい。だからね。で、基本ここに幼児山本って。めちゃくちゃコミックのあるあるだし、うん、俺思ったのそれ、私服おしゃれすぎて突っ込めない子いがち。いがちいがちいがちでしょ。いがちボロボロだけどみたいな。そう、あとさ、股がここにあるような人。そう、いる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 。それ何ホンツっていうの。そう、いるから。あと急なタイミングでウーバーイーツするやついるからな。いる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 。お前なんで今タピオカ飲んでるのみたいなやつ。ウーバー注射だからすげー現代っ子もいがち。確かに、まあ、じゃあはい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 、あの成金やめろやめろやめろ。急にスパッと売れるから物物の価値を分かってないんだよ。スパッと長い人間からすると、いやいやいや、ウーバーイーツってそんなに頼まなかったら家からお弁当持ってきた方がよくないとか思っちゃうから。ありがち。でもそれで言うと時間の使い方うますぎるっていうのはみんな、うん、あのね、切り替えがすごくうまいのか、多分やっとかもいろいろ兼ねたりとか、いろんなお仕事をたくさんやって現場に来てるから切り替えがすごいうまくて、2秒前まで遊戯王カードやってたよね。デュエルデュエルって言ってたのに、じゃあ入らなすったらなんで三角役になってたりとか、あ、切り替えとかすごい稽古場でゲームしがちですね。ゲームしがち、いやゲームやってんじゃないよって言おうと思うんだけど、ゲーム原作なんですよむしろやった方がいいな、俺もやるわみたいになるし、現場で漫画読んでても怒られないもんね。怒られるしか、そうですね、あれ特集ね、それ読むのが仕事だから。でもその時の筋じゃない関数読みがち。ああ、また読みがち、自分全然出てないとこ読みがち、読みがち。でもそのね、切り替えがうまいというか、はい、あおはようございますが比べ、いない。で入ってくる。分かる。いない。前まですごく暗い。うん。分かる。自分ミュージカル稽古だからあれなんですけど、ハグしたりとか、うん、まあ今の時代はできないけど、ゲ、うん、ーとか言う感じなんですよね。うん、だけどそれがない。確かに。みんな結構静か。疲れてるのかな。難しいんだろうね。でもなんかずるいですけど、ちょっと喋りかけると、キャッキャして顔面で、なんとかですよねとかって言われるじゃない。もう好きになっちゃうって。やられてるじゃないですか。キャッキャにやられてるよ。ごっちごっちにやられてるよ。ごっちごっち。全然関係ないラインなんですけど、あのビッグ被る時の段取りがものすごくいい。ああ。何十個ってビッグ被ってるから、僕の前で、はい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 、っていうのが、もうあの段取りの良さ、いつも見習うんだよ。すごい。メイクチームと共にね、そうやすごいよね。そうそうそう、重力に逆らってもやっぱり基本的に、あとここにこう一個あったんだけど、あああああああ、プレーカーの小規模であまりだろう、すごいだろうね。相当経済回しますよ。回してるよ。ありますか。あ、じゃあ一人がうまい、うまい、あ一人取った時に背景を消す技術がすごいすごい、見て見て見てってね、ビューティープラスデビューしました。お、あらららビューティーしちゃってんの。絶対俺だったらバカされるだろうなと思った。確かにキラキラしてた、ツイッターの写真。俺のさ、全然出さないです。いや、実は皆さんがこうガンガンキラキラを傍観してたのか。もう行きましょう。2.5 次元ある、うん、同じシリーズの先輩が後輩に説教してた。
ありますね、見たことあるな、システム上ね、はい、あったんだろうな、何百個言ってたときにね、はいはいはい、より作品も知ってるしっていう、なるなる、それで言うと、30過ぎると教えに回りがちいやー、現場の中、それは結構、役者も結構見てるんで、あるあるってなってると思う、あるあるってなると思うんだけど、別になんかそのこっちから、おい、お前って行くわけじゃないんだけど、なんか面倒見てあげてみたいな空気になっちゃう、うん、まあ、本当に演出サイドから、なんだみたいな感じの匂いにすごい結構します、あるとしたら30だもん、いや、まあ、30だもん、だから、いや、嫌ですよ、先輩に甘えたりしてるから 2.5 回は言ったら30ってもうほぼベテランの領域に入ってくる、もうね、俺34で今 OB の役やってるから、次支部長34だからもう先輩になっちゃうんですよ、多分もう40とかになったらもうないんだもん、出れるところ逆にやんじゃん、逆にそこからも池王島となるんだ、池王島となるのがあるんですか、おいおいおい、僕メイクさんに池王子、池王子、池王子、ジャスコ言ってくれる、頑張る頑張る、こちらがオフェンスになりますね、なるほど、まだあるよ、全然あるじゃないですか、ええ匂いです、いや超あるんだよな、女子みたいな匂いする、男子だけしかいないもん、香水の匂いとはまた違って、違うんだ、ボディープレグラー、レグラー、フレグラー、フレグラー、分かる、なんかもう男子の本当に稽古場じゃないのよね、分かる、あ、もうこの人稽古場にいるなって来るとき分かる、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 綺麗だね、ね、なんか、だって場所としてはそのアイドルと俳優のその間みたいな立ち位置になって、現代間っていうかどっちもできるって感じですね、現代現状の 2.5 次元俳優って言われてる人、小綺麗な状態もできなきゃいけないし、演技もできなきゃいけない、歌えなきゃいけないっていうところにいるよね、そこのルールの中で、本当になんか新ジャンルが確立したんだなって感じがしますよね、うん、2.5 なんて言われてなかったんだから、僕やってた、そうだよね、何だろう、何だろう、何だろう、テニスの話だよね、そうだったかな、僕やってる最中に 2.5 って言うんでしょって言われて、何かって言った記憶が、私も言うんですか、その流れはね、また見てみましょう、一時期 2.5 って言わないでくださいって言われた時期だったんですけど、はいはい、ビジュアル系って言わないでくださいって怒ってる人たちもいたけど、ビジュアル系がこう文化を受けてさ、もうビジュアル系をって言うの、はいはいはい、だから皆さんこう市民権を得たら、はいはいはい、大体に言っていい、本当にそれもお客さんの力というかね、パートナーだし、皆さんの壁です、本当にそうです、そのままの勢いでこちらも見に来てください、ミュージカル眠れる森のオーバーです、ぜひよろしくお願いします、8月の19日からです、29日までです、オルタナティブシアターです、また大変しっかりさせていただいて、演劇っていうのはちょっとした休憩時間だと思って、気持ち楽にすると思って、本当に何も考えずに劇場にお越しいただいて、時間を割と共に楽しんでいただけたらすごく嬉しいなというふうに思いますので、ぜひ劇場でお会いしましょう、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、はい、というわけで本日のゲスト、バッドカンパニーの皆さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ミュウギも僕たちの遊びが出るから、ミュウギからも話聞いてて、めちゃくちゃ元気になった。皆さん、めっちゃいい人。お得？お得だよ。本当にお得。バッドカンパニーお得ですよ。